これから僕が話す未来の仕事は太鼓ウェルビーイングです。この仕事は障害者が自立し積極的に社会参加や社会貢献ができる社会を作る仕事を意味しています。この仕事を考えた動機は2つあります。1つ目は身体障害のため幼い頃から装具をつけみんなと違うことが嫌だったと話す知人や健常者になりたいと話す中学からの友人の存在です。2つ目は昨年中学生アイデア部門でグランプリになった坂垣理央さんのメタバース VR を使ったアイデアのプレゼンテーションです。 VR を使えば身体障害者だけでなく発達知的障害者の支援もできると考えました。仕事は主に3つ。1つ目は見た目と機能を最大限に高めた義肢装具の開発です。ナノテクノロジーによってパッと見ただけでは靴下や普通の腕にしか見えない義肢装具や状況に応じて変形するプログラムを搭載した義肢装具の開発を行います。2つ目は発達知的障害者を支援するウェアラブル端末の開発です。仕事の指示が分からなくなった時の録音機能や GPS によって鍵などの日常生活で大切なものをなくさない機能を除いた腕時計の開発を行います。3つ目は障害者の生活を記録した VR データベースの作成です。カメラで障害者の1日を記録したデータベースを作り健常者が VR 体験することで理解が深まったり支援やカウンセリング方法について話し合ったりします。最後に仕事名の由来です。サシという漢字は昔の中国ではもともと手足にカセをつけられた状態を表す怖い漢字なのですがそのカセを壊し大きな幸せ持続的な幸せを手に入れてほしいという思いからつけました。この仕事によって障害者であることをコンプレックスに思ったり自分が生まれてきた意味について悩んだり差別される人が少しでも減り自立できる障害者が自立できファッションとして義肢装具をつけ健常者を助けられるような共生できる社会になってほしいです。これで発表終わります。ご清聴ありがとうございました。椅子に座っといてよかったなっていうのがまず1個あって足がガチガチで多分立って喋ってたら途中で倒れてたと思うの、はい、自分はあまりクラスではそういうあまりよく発言したりとか前に立って喋ることが苦手だったんですけど今回挑戦できて自信がついたと思うのですごくいい経験になったと思います。